お前、俺の肩が因縁あるだろ。アウトローのカリスマ、ウリタ純氏と、喧嘩三千戦無敗、所沢のタイソンこと久保博美氏の殴り合いが起きた。8日に朝倉未来の YouTube チャンネルで公開された、ブレイキングダウン9オーディションボリューム2映像がネットで大きな話題となっている。伝説の喧嘩屋と呼ばれる久保氏は、ブレイキングダウン8の会場に現れ、試合中にもかかわらず、ごぼうの塔、奥野隆代表と客席で乱闘。運営を激怒させていた。この日、奥野と本戦で対決することも内定した。ウリタと久保氏が対峙したのは内定直後だった。お前、俺の肩が因縁あるだろ、とウリタは久保氏に詰め寄り、舐めてんのか。お前こらといつになく声を荒げる。映像のテロップには、所沢のタイソンはウリタ純氏の舎弟だったが今は絶縁状態に、と書かれていた。てめえ、こら、恩をあだで返しやがってよ、勘違いすんなよ。おとなしくしてたら応援してたんだよ、こっちはよ、とまくし立てる。所沢のタイソンが、何やったんだよ、おめえによ、と白を切ると座っていたウリタは、誰に言ってんだこら、と席を立つ。殴り合いに発展すると右フック一発でふらつかせていた。カウンターをもらった所沢のタイソンは前に倒れそうになると運営スタッフに抱えられ、なんとかその場所に立っていた。この瞬間に視聴者からは、タイソン、ビビってる、クラッシュダウンしててぐさ、本物のマイク・タイソンに謝ってほしいぐらい弱い、雑魚にも程がある、タイソンを名乗らんでほしい、伝説の敗北、などの声が寄せられている。自分は動画見た感じ不意打ち食らってたんで仕方ないと思うし、記事のようにフラフラになってるようには見えなかったけど、スローで見たらパンチが効いたのじゃなくてパンチの後に手を取りに行こうとしてバランス崩した感じだとは思うけど、こういう中途半端なのじゃなくて弱いなら弱いでちゃんと KO させたらいいんだけど、ごぼう応援する気にもならないしな。3000回も喧嘩する機会を作ること自体難しいですよね。道歩いている人に片っ端から喧嘩売ってたんですかね。もし売られた喧嘩ならすごいかな、と一瞬思ったのですが、そもそも3000回も喧嘩売られるってどんだけ舐められているんだという感じですね。数十回勝っている時点でその道の方々の中では有名人になるはずで、そう簡単には手を出してこないと思うのだけど。本家のタイソンってすごいよな。リトルタイソンとか、なんとかのタイソンとか、強いやっこのニックネームの代名詞みたいになってるよね。よほど人々の印象に刻まれたボクサーだったんだな。喧嘩3000回ってすごいね。1日1回やっても8年以上かかるよ。しかも無敗、そこまで喧嘩する機会があるっていうのが驚きだ。そういうところに身を置いていたんだろうな。